イオン一ノ関店は岩手県一ノ関市三目アザドロタにある総合スーパーである。詳細は千葉久市を参照1975年に千葉資本の老舗百貨店であった千葉久市と提携して一ノ関駅前の大町商店街と駅前通りの交差点角に店舗を移転し一ノ関ショッピングデパート千葉久市を開業したのが始まりである。この店舗は地下1階。 地上5階建てで都会的な感覚を持ち込んだ売り場構成を行って地元の小売業者に大きな影響を与えるとされていた。当店と共に一の席では三大百貨店として並び称された東光デパートは当店から大町商店街を通って約300メートルの場所に位置していたが1978年11月に倒産した。この東光デパートの跡地には 八戸市の老舗百貨店の三張屋が進出したが、1981年4月に、同社が一の石店を含む4店舗を大英二条として撤退し、1985年には大英一の石店が開業した。この大英の開業により、同店との間にある約300メートルの大町商店街を買い物客が流れるルートが出来上がっていった。 一ノ関ショッピングデパート千葉久さは、1997年9月に、一ノ関インターチェンジに近い郊外の国道沿いに、一ノ関サティが開業するのに伴い、1997年8月に、閉店してその歴史に終止符を打った。なお、株式会社千葉久さしともの会は、1978年2月に、株式会社ピープルへ社名を変更して、同年4月に、日イグループの、 スポーツクラブ事業を譲る受けして事業転換しマイカルの子会社として東京証券取引所第一部へ上場したその後2001年6月にコナミスポーツ株式会社となり2006年3月にコナミスポーツライフとなっている一ノ関サティは1997年9月に一ノ関インターチェンジに近い郊外の国道沿いに開業した当は ジャスコが1981年に店舗面積17,300平方メートルで出店を表明していたが申請から商業活動調整協議会審議で約2年半後に店舗面積が約5分の1の3,500平方メートルで決心したため出店を断念した場所であった当店の開業をきっかけに郊外に駐車場を備えた専門店などが アイツイで出店しており、一ノ関市の買い物客が、中心市街地から郊外へ流出する先駆けとなった。その結果、大英一ノ関店も売上減少を理由に2002年5月に閉店し、一ノ関市の中心商店街では空き店舗が急増することになった。当店は2001年9月に、秋田サティ、旧、森岡南、サティ、一ノ関サティ、米沢サティ、 福島サティ、アイサティ、岩木サティなどと共に、マイカル東北から、マイカル本社に、譲渡されて、マイカル直営店舗になった。しかし、同月14日に、マイカルは、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請して、事実上破綻した。その後、イオンが再建の支援を行う上で求めていたため、同年11月22日に、東京地方裁判所に、 会社構成法の適用を申請して、破綻処理の手法を民事再生法から切り替えることになった。マイカルは、イオンの支援を受けて、経営再建を行うことになったことに伴い、同社のプライベートブランド、トップバリューを取り扱うことになった。2011年3月1日に営業していたサティは、すべてイオンへ転換したため、当店も店名を変更している。また、当店が店名を、 イオンへ変更した10日後の同年3月11日に発生した東日本大震災を受けて同年11月3日から陸前高田市を友町にイオン一の関店陸前高田分店を開設し同地の住民の買い物への対応を行っている。看板撤去前のイオン一の関店看板撤去後のイオン一の関店。ありがとうございます。